こんにちは、高橋ひかるです。この間ね、ラジオと枝豆とっていう動画を投稿したんですけど、それで私が好きなことを話すときに早口になってしまうんですね。その習性に対して皆さんに名前をつけていただこうということで募集したわけですよ。その中からちょっと私は今日はお名前をねつけていこうと思うんですよ。この習性に対してなんかあるかな。私ね、コメントほぼほぼ全部見てますよ。ありがとうございます。本当にたくさんコメントいただいて、まあ待って、オードリーちゃんに反応してる人が多くてさ、オードリーさんって言ってますよちゃんと。待って、この人のやばい。あ、春日さんの髪型に若林さんの顔つけてるのかな。これかわいいですね、素敵です。いや、そうじゃないよね、そうじゃなくて、おお、ありました。たかしスピードアップ中。おお、いいですね。あ、いいでしょ。高速たかし、あ、高速たかし、わ、好き。私バイパスとか高速道路とか好きなんですよ。うわ、これ刺さるな。速度、ん、走行、え、速度アップ時 DJ 松永光モード、ややこしいな。そう、松永さん好きだけどな、松永さんにこれはご迷惑がかかるから、もうダメだよダメだよ。あ、これ好き。そう、これ私ね、夜見ててさーって、これいいなと思ったやつあった。早口のネーミング、インフォパニック。そう、そうなの。こう字幕がもうボボボボ出てっちゃって、もう画面が埋め尽くされちゃうの。あ、たかしラッシュ、わっ、なんかいいな。想像した時にさ、なんかフィーバーみたいな感じ、たかしがボンボン顔が出てくるみたいな感じ、怖いなそれちょっと。たかしクイック、あ、たかしフラッシュモード。おお、なるほどなるほど。なんか電気系のやつですよね、なんちゃら光みたいな。まあ、これもね、私見てて好きだったんですよ。たかし喋るんる、ドツボ押さえてきますよね。私こういうちょっとなんかちょっぴんなんかだ、なんでしょう、昭和感というちょっとダサい風、ダサ可愛いみたいなのが好きなので、素敵ですね。ニトロたかしあ、たかしハイウェイ、うわ、たかしハイウェイいいな。ハイアンドロー的なね。たか新幹線、わー、なんでみんな私のこと分かってるんだろう、こういうのが好きって。やっぱりさ、ラジオ聞いてる方もコメントくださってると思うんですよ。だからね、センスがあるんですよ皆さん。なるほど、皆さんありがとうございます、こんなにたくさんいただいて。あ、おい、待って、忘れちゃった。待って、ウニのじゃなくて、待って、 UNI、 うん、ウニ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 、ユニかな、ユニのプロッキーですよね、ウニのプロッキー。よしよし、何にしよっかな。オッケー、よし、書いた。高橋ひかるが早口になる時の名前は、スーパーたかしちゃんです。みんなさんが考えてくれたやつもね、めっちゃ好きなんですよ本当は。めっちゃ好きなんだけど、でもやっぱりここは自分で決めないとと思って。ごめんね、スーパーたかしちゃん、私はスーパーたかしちゃんになるので、その早口になった瞬間にスーパーたかしちゃんになるので、そうだからこれからはもしかしたらスーパーたかしちゃんタイムがあるかもしれないし、ないかもしれない、それは分かんない、お楽しみにということで、これからもスーパーたかしちゃんもよろしくお願いします。スーパーたかしちゃんはね、あ、調子悪いな、たかしちゃん、たかしちゃん、たかしちゃん、ウケ、スーパーたかしちゃんはスーパーたかしちゃんです。たかしちゃんはマッチョな人がいいなっていうふうに思ってマッチョさんにしました。スーパーたかしちゃんで、これ何なんだよって感じ。なんか私の趣味がどんどんバレちゃう。